そして生活の党と山本太郎と仲間たちという政党で共同代表、そして政策審議会長をやらせていただきます。で、今日この場に来たのは生活の党は関係ないんです。山本太郎と仲間たち、政党名の後の方の名前ですね。今日はその集まりなんです。で、一体何をしたいのかと言いますと、皆さんに注目をしていただきたい。私たちにというよりも、皆さんの地域で行われる選挙、4月19日から始まる統一地方選、統一地方選に興味を持っていただきたいんです。投票日は26日、あなたの町の市議会、区議会、村議会、町議会、いろんなところで選挙があります。どうしてお前国会で国政でやってるのに地方選挙のことをガタガタ言うのか。これものすごく関係があるんです。今国会では連日暴走が続いています。安倍政権に代わってからの2年間暴走の限りを尽くしていると言っても過言ではありません。そんなことないだろう、そう思われる方、考えてみてください。あなたの生活は少しでも楽になりましたか？あなたは今社会から必要とされているか、会社に愛されているか、周りの人たちから、そして社会から必要とされているような政治が行われているかってことなんです。残念ながらそのようなあなたが求められる、世の中から求められるような社会は今の政治からは作られていない。当然大企業、大資本のための恩返しのみが行われていると言っても過言ではない政治が続いているんです。消費税一つとってもそう、 TPP もそう、集団的自衛権もそう、何から何まで全て企業益なんですよ。集団的自衛権関係ないだろう、そう思われる方違いますよ。考えてみてください。イージス艦一隻作るのに2500もの国内企業が関わると、戦闘機一機作るのにも1300社の国内企業が関わると。このためには皆さんの税金をつぎ込んで、そしていろんなところで不安定な状況を作ることが企業の儲けにつながるんだという話です。新宿駅西口、ご通行中の皆さん、こんばんは。今日ははるばる福生市からやってまいりました。私はですね、今現在30歳です。若い30歳の 若造がですね、みんなから来たら若造と思うかもしれません。そういう人間が政治にチャレンジとなると、もう市川つぶしが地元では激しいんですよ。もうそんなことにも心打たれることなく、今の子供たち、そして次世代の子供たちの地元の福生市が明るくなるように今私頑張ってます。そうだ、調布市議会、彼は30歳ですよね。私は46歳になります。46歳で調布市議会に入ると平均年齢がぐっと下がるそうです。ということは非常に、申し訳ないですけど、あの高齢化が、あの市議会が非常に進んでおります。調布市の高齢化より調布市議会の高齢化が深刻です。中には、選挙に選ばれて4年間1回も発言しない議員もいます。寝てる議員もいます。そして私は今山本太郎さん、彼が推薦していただいて非常に嬉しいです。彼が言ってることと私が言ってることは全く一緒です。原子力発電所は常にエネルギー問題ではありません。そしてその廃棄物、そこから生まれる廃棄物の中にはプルトニウムが入っております。プルトニウムは核兵器の材料になります。核兵器は人間が作った最悪の武器です。私は決して子どもたちを二度と戦場に送りたくない。新宿駅西口ご通行中の皆様、こんばんは。三雲孝正と申します。私は、この10年ほど弁護士として活動してまいりました。山本太郎さんが批判されるような大きな銀行、大きな企業をクライアントするような、非常に大きな法律事務所において10年間仕事をしておりました。しかし弁護士として世の中を見てみたときに、例えば TPP の問題、国民に隠れた条件を堅持しない、そういう状況で交渉がなされている。もしかすると私たちの食の安全、もしくは私たちの国家主権、こういったものが損なわれるかもしれない、そういう交渉が今現実に行われている。国会議員の山本さんですら詳細を知らないような、そういった交渉が行われている。ある時それが妥結だと言われた時には、自民党公明党がそれを多数でもって通してしまうような状況が今の国政にはあります。こんばんは。
4月の26日世田谷区議会議員選挙無所属山本太郎推薦岡田哲夫です。今日はお時間いただきましてありがとうございます。もう統一地方選挙始まってます。今回は、約4月の1ヶ月間で全国約800の自治体で地方議会の選挙をやってます。で前回世田谷区議選に関しては4年前投票率 40% ですよ。 40% 5人に2人の方の民意しか今の世田谷区政には反映されてない。で各地方自治体の投票率も 40% から 50% です。でまず私岡田哲夫は統一地方選の投票率それぞれの区域で倍増させたい。そうすれば皆さんの今の多様な価値観必ずその地方議会に反映されます。そしてひいてはそれが国政にもつながっています。